これ何ですか？あのお茶に卵黄が入っているの？はい、そうです。これはサンワタンと呼ばれる伝統的な韓国のお茶です。この古いスタイルの韓国のコーヒーショップは有名で、映画やテレビ番組に出演しています。世界のスター BTS もこのコーヒーショップを訪れました。一緒にこのコーヒーショップに行きましょう。でも最初にイントロを見ましょう。皆さんこんにちは。これうまいのうまいちゃんです。お元気ですか？今日はウチダバンという韓国のコーヒーショップに行きます。1980年に開店した喫茶店です。古いレトロなスタイルがコーヒーショップを有名にしました。しかしこの場所をより人気のあるものにしたのは、卵黄を入れた韓国の伝統的なお茶です。このコーヒーショップは本当に地下鉄に近いです。このオレンジの看板があれば見逃すことはできません。写真やビデオを撮れたい場合はまずオーナーに聞いてください。ウチダバンに行きましょう。これらの階段を登って到着しました。そこの女性はオーナーです。彼女は可愛い性格を持っていて、本当に嗅覚を気にかけています。大きな二重の壁にあるそのカレンダーは80年代誰もが持っていたタイプのカレンダーです。これは BTS の写真です。ここでいくつかのショーをしました。そして彼らが設定した席は窓の真ん中のものです。有名なお茶の話をする前に、朝食メニューのラーメンを見てみましょう。ラーメンとご飯とキムチをそせて出してくれます。朝食の時間は7時から11時までです。彼らが朝食を取る理由は、朝食の時間がなかった近くの従業員を養うためです。今ではあなたは私がスープを愛していることを知っています。しかし最初にあなたの一口を取ります。美味しいですか？ラーメンの鍵は入れる水の量で的確です。キムチの時間です。このお店のキムチはラーメンとの相性も抜群です。辛くなくて本当に美味しいです。卵を混ぜることで辛さを少し和らげ、スープも少し濃厚にしました。麺はよく調理されています。彼女は加熱不十分麺は消化しにくいだろうと心配しています。よく調理されて麺も好きなので、私にとってはさらに良いです。食べ終わった？いいえ、キムチご飯が欲しかったんです。またラーメン汁にご飯を入れて食べることもできますよ。彼女は近くのレストランのビジネスに干渉したくないので、11時にラーメンの提供をやめます。彼女は私の尊敬を持っています。有名なお茶サンワタンの時間です。サンワタンは様々な薬草を乾燥したね、シナモンの樹皮、乾燥などを煮て作った伝統的な韓国のお茶です。韓国で最も人気ある薬きお茶の一つで、冬の間はよく飲んでいます。風邪にもいいです。私は卵黄と一緒に食べるのは初めてですが、他にも卵黄と一緒に出させる喫茶店があります。お茶を受け取ったら卵黄を温めます。その像にお茶を少し注ぎ、優しくして卵黄をお茶に浸します。夏目とお茶を一口飲みますよ。甘くて苦いシナモンの味がします。これうまいですよ。夏目と松の実とお茶を一口飲みますよ。
町の実は私の好きなナッツの一つです。とても濃厚な味わいです。もう一つ飲みましょう。私の卵のは温くて口に入れてパップする準備できました。目を閉じて温かく濃厚で美味しい卵黄が口にいっぱい広がるのを想像してみてください。これうまいですよ。今から美味しいお茶だけです。温かいです。美味しいです。ハーブ、メイ、ナッツ、シナモンで風味をかけて甘さいっぱいです。私の好きなお茶の場所です。韓国では少なくとも一度この場所に行かなければならないと思います。ウチダバンはもっと早く知りたい場所です。ラーメンとお茶が美味しいです。オーナーは親切で思いやりがあります。ここの時間です。このチャンネルで最短の方向になると思います。地下鉄ウチロ三町駅5番出口を出ます。20秒間まっすぐ歩くと右側にあります。このコーヒーショップにぜひ足を運んでください。このチャンネルで見たい韓国料理とかレストランがありますか？下あるコメントセクションに書いてください。私が努力します。ここまで見ておれてありがとうございます。よかったら LIKE とコメントと購読してください。じゃあまた次のビデオで会いますよ。